皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校1年生の国語猫と根っこの1時間目の内容です。教科書46ページを開きましょう。開けましたか？それでは声に出して読んでみましょう。読むときは動画を止めて読んでくださいね。皆さん、何か気づいたことがありますか？小さい図があるよ。小さい図はどうやって読むのかな？本当ですね。小さい図がありますね。小さい図はどのように読むのでしょう？それでは皆さん、画面に注目しましょう。これは何かな？何が見えましたか？もう一度見てみましょう。そうです。猫です。ね、こ、かわいいですね。では、次は何が出てくるかな？見てみましょう。これは何かな？皆さん、わかりましたか？もう一度見てみましょう。これは猫ではなく、猫ですね。猫と根っこ、どこが違うかな？小さいつがついているね。それでは次を見てみましょう。これは何かな？何が見えましたか？そうです。的ですね。的、的当ては楽しいですよね。では、次は何が出てくるかな？見てみましょう。これは何かな？皆さん、わかりましたか？もう一度見てみましょう。これは的ではなくて、マットですね。的とマット、小さいつがつくと変身する言葉があるんですね。それでは皆さん、声を出して一緒に読んでみましょう。ねっこ、ねっこ、まと、まっと。皆さんも手拍子をつけてもう一度読んでみましょう。ねっこ、ねっこ、まと、まっと。これは言葉遊びのところでも学習しましたね。ねっこと、まっとは3回手をたたくけれど、
小さいつは声に出して読まないんだね。小さいつがついている言葉の読み方がわかりましたね。では、小さいつはマスのどの場所に書くのかな？1の場所、2の場所、3の場所、4の場所。小さいつは2の場所に書きます。小さいつを書くときは、ゆっくり、丁寧に書きましょう。皆さんも小さいつがつく言葉を探してみましょう。探すときは動画を止めて探してください。小さいつがつく言葉は見つかりましたか？先生も見つけてみましたよ。切手、しっぽ、バッタ、学校、トラック、ヨット。皆さんもたくさん見つけられましたか？今日の学習のまとめをしましょう。今日は小さいつがつく言葉を勉強しました。他にも小さいつがつく言葉をたくさん見つけてくださいね。では最後に先生からのクイズに挑戦。1問目、かけっこ。先生が言ったのはどれかな？1番、2番、3番。1番だと思った人は手を挙げましょう。2番だと思った人は手を挙げましょう。3番だと思った人は手を挙げましょう。それでは読んでみますね。1番はかけこ、2番はかけこ、3番はかけこ。正解は3番です。それでは2問目、ロケット。先生が言ったのはどれかな？1番、2番、3番。1番だと思った人は手を挙げましょう。2番だと思った人は手を挙げましょう。3番だと思った人は手を挙げましょう。それでは読んでみますね。1番はロケット、2番はロケット、3番はロケツと。正解は2番です。それでは今日分かったことや楽しかったことをお家の人に伝えましょう。今日頑張った皆さんに大きな花丸をプレゼントします。ありがとうございました。